はい。じゃあ、かまです。今日はですね、4月の16日、火曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感と気になる金融と経済とビジネスの動き。またね、地政学的なですね、リスクが高まっていますが、果たしてね、日本株は今後どうなっていくのかということを、今日はね、レギュラー編なので、短期のですね、私の目線を中心に手短にですね、話していきたいなと思っております。まあ、レギュラー編はあまり余計な話をね、しないようにしてますので、えー、コンパクトにね、まとめていこうと思っています。それから、 注目3銘柄ってことで、今日材料が出てですね、良い材料と悪い材料、今日はありますけども、明日動くかもしれない、そんなですね、銘柄を皆さんと一緒にシェアしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ということでね、えー、この土日ですね、先物がですね、ニューヨークダウンのサンデーもですね、崩れていまして、えー、あとはですね、日経平均の先物も,も,もですね、730円近くですね、えー、この日曜日にですね、下がっていますので、 まあ、700円ぐらいですね、えー、からマイナスですね、スタートするだろうと。で、まあで、ね、米国の先物がね、そこからニューヨークダウン3年が崩れていたので、まあこれ気配ですけどね、昨日の動画振り返ってもらうとね、えー、そのような話をしてますので、この気配通りですね、えー、朝からですね、ニューヨークダウンが下がってくれた場合はですね、別にそれ期待するわけじゃないですけど、<laughs> 期待するわけじゃないですけども、下がっちゃった場合は、まあね、800円、900円とあるだろうと思ったんですけども、上がっちゃいましたね。 ニューヨークダウンの先物ね、上がった場合は、これはね、えー、戻すだろうと思ったんです、思う、いうことも話していましたけども、だから、ニューヨークダウンの先物が、むしろ下がるんではなくて、上がってしまったので、日経平均もですね、その先物の,の動きに合わせて、えー、結局ですね、マイナス700円くらいまで下がったんですが、そこをね、まあ、そこにして、むしろね、えー、結局切り返すという一日になりましたね。まあ、僕はね、下がるところをね、まあ、どうしても買い場として、 待っている方なのでね、えー、まあ、カニさん、カニさんじゃない、えー、カバさん戦略ですよ。ワニさん戦略でもいいんですけどね。うん、カニさんだと、まあ、カニさんでね、まあ、これはこれで、ハサミで捉えるぞ、ということで、間違ってはないんですけども。<laughs> まあね、下がってくれた方がね、安いところを買えるので、まあ、どうしても、ちょっと本音が出てしまうというところもありますけども、まあね、高いところで、まあ、高値掴みを指しとは、まあ、戦々恐々としていたんじゃないかな、と思っています。 まあね、だからまあ、このね、ええー、まあ、下げ、来てくれればね、絶好の会話になると思ってはいるんですけども、まあ、なかなか構図ということになりましたね。今のところはですよ、今のところはね。で、やはり、えー、ここから切り返した理由はですね、まあ、イランがですね、早々に、えー、軍部が、これでもう作戦終了だということをね、えー、まあ、公表したんですよね。で、ネタニエフがですね、えー、ネタニエフが、ここからですね、えー、まあ、報復に出なければですね、 も,こままもしかしたら、あこの局地的な、えー、紛争はですね、終了に向かっていく可能性があると。もちろんですね、報復に出るっていうですね、カードも残っているんですが、アメリカが先手を打ってですね、我々は仮に報復したとしても、そこには加わらないということをね、えー、まあスポークスマンですね、えー、まあ報道官が言ったんですよね。これはおそらく、もちろんイランに対する牽制をしつつ、イスラエルに対してもね、もうやるなと。 ったのやめろと、ね。他にも重要なことがたくさんあるんだから、ロシアもね、我々はねはイランにえ加担するみたいな動きを出し始めていましたのでね、えー、それを牽制する意味を込めて、今やるなということを、まあ、イスラエルに、まあ、早々に計画を警告をしたということになっていますね。だから、加担をしなければ、ね、イスラエル対、えー、他の国々で、ね、中東の、ねえー、摩擦がまだありますから、くすべてますから、それは、ね、ガザも含めてですけどね。 まあやはりシリアもね、そうですよね。うん、まあやはり、うん、ここはですね、一旦引いとこうという動きが、まあ予想されるんじゃないかなと。イスラエルもですね。双方だからまあ、えー、ここで、えー、まあ一旦停戦って言いますかね、実情ですよね。うん、停戦合意をしたわけじゃないので。なのでそういった動きになるんじゃないかということで、株価が戻した。米国の先物からですね。そして日経平均もそれに連いだって戻したという状況ですね。で、 今、ニューヨークダウがですね、えー、今日、今のところですね、先物が148ドル高ということで、さらにですね、えー、上値を切り上げていますね。一旦自立反発と安心感からですね、買い戻しが入っている形になってますので、えー、ニューヨークダウが戻してますが、そのようなね、えー、大きなニューヨークダウの上昇に終わりにはですね、 まあ、日経均まだ17円高ですか。今ですね、17時現在ですか。ちょっとこの撮影をする前に見たら、まあ、80円から90円ぐらいまで上がっていましたけども、まあ、ここがですね、どのぐらい戻すかというところにはね、なってくるかなと。ただまだ下落トレンドの最中ではありますのでね。まあ、この下落トレンドを突破するかどうかっていうのを、この1週間ぐらいで見ていくということになるんじゃないかなと思いますね。だから一時700円、うん、マイナス750円ぐらいまで下がりましたけども、 まあ、終,わは終わりにはにマイナス290円で終わってるってことですね。あとはね、気になるニュースと、ねえー、いうところで金融と経済の目標をね、ちょっと見ていこうと思うんですが、まあ、日本のですね、スタートアップですね。ちょうどね、3年ぐらい前からずっとスタートアップブームだったんですよね。まあ、ベンチャーブームですか。まあ、日本もですね、小泉バブルの時に、ね、ビットバレーがしと、ね、渋谷がビットバレーと言われた頃,頃があったんですよ。2000年代ね。 僕はその時、ちょうど企業前夜ぐらいだったのかな。うん、会社経営をね、もう彼これ16年ぐらいやってますけど、ちょうど個人事業主でしたね。で、確定申告を自分でやったりとかしてね、しなかったりしたりとか。まあ、毎年やってればね、あのね、100万ぐらいね、確定申告に戻ってくるところ、やっぱしない、めんどくさいってってやんなかったんです今思えと本当にもったいないことですけども、まあ、そんなね、大きな、ね、ウェーブがありましたよね。渋谷に集まってね、みんなでこう、ウェーイみたいな形でね、企業だぜって言ったのが、 ちょうど僕は24、5ぐらいの時ですか。まあ、それ以来のですね、スタートアップブームになっていたんですけども、ちょっとここにてね、倒産件数が増えてるらしいですね。まあ、やはりデスバレーですから、常にスタートアップっていうのはね、たくさん調達できないので、うん、まずは3000万とかね、200万とか500万とか、まあ、ちょっとちょい出しされるわけですよ、VC からね。まあ、僕もね、VC から調達をね、1年ぐらいかけて、ちょっとやろうかなと思っていた時期があります。今でも別に諦めてないですけどね。うん、まあ、ちょっと、 逆にですね、自分でバリューアップですよね。バリューを高めてから VC 調達しないと、まあなんかあんまり割に合わないなっていうのと、意味がないなってことですね。でも自分で、自分で稼げるぐらいのもの、金額を調達しても意味がないので、えー、もうね、VC のカナを調達で一旦やめたと。うん、まあ2、3億ぐらいやっぱね、調達しないとね、別に自分の株を放出する意味がないのでね。だから僕はスクールを始めたんですよね。ちなみにスクールを始めた理由はね、まあ、皆さんにはちょいちょい話してますけども、このね、ドラゴンクラブですね。 もう VC から調達を一旦停止して、自分で稼いで、自分で、えね、自分の授業を親子にしたり投資をしようというふうに決めたんですよね。まあこれは別に調達はできるけども VC からね、えー、バリューが低いので、バリエーションがね、バリエーションが低いので、自分の企業のまずはバリューを上げて、あ2 3億出資させてくださいとなるぐらいまでね、自分で成長させようと。 思ったということですね。で、えー、ね、それはドラゴンクラブにね、参加したいって意思表示をしてくれた人には必ず話してますけどね。自分がなぜこのスクールをやるのかと。うん、これはね、自分がやりたい、ね、子供のね、そういったスクールがあるんだということは必ず話します。で、その割にはね、やっぱりね、倒産割合が高まってると。まあ、デスバレーですから、常にね。2、300万ぐらいね、VC から調達されしてもらっても、まあ、やはり1年持たないですよね。そうなってくると、まあ、倒産が増えると。まあ、でもこれしょうがないですよね。 VC とは常にそういうものですから。VC じゃないや。スタートアップっていうのはね。で、まあ、開業率もね、でもね、ちょっと下がってきてるっていうのは気になりますよね。廃業率がここから急速に上がってい,くいきますからね。継承問題もね、ありますけども、事業ですよ、中小企業なども、いわゆる担い手がいないわけですよ。会社のね、で、まあ、会社そのものは赤字借金付けということになると、もう、ね、その、子供とかはね、引き継ぐよりも、やっぱり廃業させてしまった方がね、いいんです、その借金そこで打ち気になりますからね。 だから迷ってる人がいたらね、一旦、まあ、リセットした方がいい場合もありますからね。これはちゃんと税理士とかね、そういうことに詳しい会計士などに聞いた方がいいですよ。うん、無理くりね、えー、まあ、引き継がなくても、一旦リセットした方が、まあ、その、まあ、一旦借金をね、その、リセットできるっていうやり方もありますよね。まあ、そういった意味では、でもね、えー、まあ、もう、とにかく、もう、それね、自分の子供に継がせてもらえないっていうところも多いでしょう。 だここで終わりにしたいとそういった意味では、廃業率がここから高まっていく。あとで、継承問題ですよね。うん、まあ、子供そのものがもうやりたくないとかね。で、一方で、廃業率が下がっていくと、で、ね、中小企業がね、なくなっていっちゃう減っちゃうっていうことですからね。うん、でこれはまあ、日本にとってはね、やはり、その、底力を失っていきますよね。誰かが言いますよね。なんかね、中小企業なんかで、ね、倒産できるとか、倒産させてしまうみたいなね。 元サントリーの、ね、何々さんでしたっけ忘れちゃいましたけども、もうこういう現実は実際目の前まで迫ってるわけですからね、いや、そんなこと言ったらね、本当に日本の総理時間が失われてしまう可能性もあるわけですから、まあね、上場企業だけで会社、日本を回していくんですかみたいなね、話ですよね、とは思いますけども。まあ実際だからそんなにベンチャーとかスタートアップとかね、えー、育ってないと、増えてないと、開業率も含めてね。だから、まあね、ここからはね、そういった貸し出しですよね、創業、スタートアップへの 資金の、いわゆる国がね、えー、その資金調達を支援するみたいなことを始めたんですよね。そこから、まあま、巡り、ま、巡って、社長のですよ、個人負担をなくそうみたいな。でもなくならないんですけどね、これ絶対に。そうは言ってもね、じゃあ実際に銀行とかに、こういったふうに国が言ってますけど、あ、じゃあも社長さんでもね、そうは言ってもやっぱり、社長さんのね、どうせも個人的な担保がないとってなりますから。<laughs> まあ、それも本当に、だからねいや、意味ないですよ、と思いますけども。 あとはね、まあ今回ね、話をまとめると、米国株先物が反発したと、そこに補調を合わせてね、えー、日本株も下値を切り上げてきたと、これ先物ですねで。原油がね、落ちてきたのも、まあこうそうしたのかなと思います。まあこのね、中東情勢の落ち着きのように見える今のね、えー、このフェーズにおいてですよ。で先物主体でですね、えー、まあその原油がですね、さ、え、ら、ー、なる上振れが懸念された場合はですよ、再びですね。 まあこれはまた株価を下げる一つの要因になるかなと思っています。まあ、イランが、ね、イスラエルへの直接攻撃にさらに踏み切るとかです、ねえー、してきた場合、もしくはシ、ねえーまあその C レーンですよね、えー、サウジアラビアとか、ね、あのイラン経由での、その海域経由で、ねえー、そのタンカーで石油を運んでいますから何ホル、ホルムズ海峡だったかな、ちょっと私ね、あの全部ちょっと予備知識だけで話しているのでね、確かそうだと思いますけれども、あれイランが、ね、一応、検閲、 えー、握ってるんですよねあそこをこ閉じられると、他のね、えー、石油系の単価全部運べなくなるのでね、信頼が閉じられるということになりますので、まあ、そうなってくると、そのね、原油の生産量をね、3分の1を、この中東地域が、今のね、いろいろ問題が起きている、握っているわけですから、ここでね、えー、まあ何かあった場合は、原油が再び上がる。原油が再び上がる何が悪いかというと、結局ね、インフレが再燃するってことなんですよ。うん、これを一番、<laughs> アメリカとか、 世界は気にするわけですよね。ただでさえ、ただでさえですよ。インフレ上がってきてますよね。で、ここに石油が再び、ロシアとウクライナのね、紛争の2年半前のように、上がってくると、やばいわけですよね、うん。もう抑えきれないということになりますので、これがね、やっぱり懸念材料ですよね。これがもし、原油がね、上がってくるということになった場合はですね、株価下げるんじゃないかなと思っています。だから、パウルさんの、おー、利下げ問題にちょっと、不確定要素が加わりましたね。で、 これね、いや、でもそうは言ってもね、まあ、アメリカはね、えー、今抑え込んでるし、まあ、イランもね、イスラエルもバカじゃないので、大丈夫でしょうと思うかもしれないですけど、もう一つね、一つ、忘れちゃならない,ならないんですね。黒子がいるんですよね。黒子というか、あの、まあ、ゲームチェンジャー的な存在が。そう、原油が上がった方が嬉しい。そして、アメリカをね、この中東に釘付けにした方が嬉しい存在がいますよね。そう、ロシアなんですよ。 ロシアはですね、原油が上がってくれた方が助かるんですよ。なぜかというと、産油国であるし、資源国ですよね。そして今、やはり、経済力、ちょっとね、徐々に失われつつある中でですよ。原油が下がっているので、国庫がまずいことになっているわけですよね。一方で、アメリカがね、ここで中東問題が政府ってなってしまうと、また、ウクライナに対して、レンドリース法がね、もう発動されてますから。レンドリース法というのは、武器を無償で提供する。まあ、いずれ返してもらうけどね、借金で。 借金をさせるようなものなので、いずれお金を返してくださいとなりますけど、まあ返してもらうことなんかほとんど期待し,ないしてないわけですよ、ウクライナに対してはね。まあいずれ他の形で返してもらう可能性ありますよね。えー、権益とかね、うん。まあこういう形でね。まあそれはちょっと置いときまして、そういった話はね。えー、ただ、レンドレスはもう発動されたので、一応、ウクライナに対しては無もう無限像に武器は貸し出せるんですよね。なので、なるべくそこからき剥がしたいと。で、 このアメリカはですね、もう,うウクライナに対して後ろ盾をしないってなったら、おそらくもう停戦合意に入ります。多分ウクライナは。もう停戦能力ほとんどなくなってきてますから。やっぱりアメリカは頼りなんですよね。で、それを分かっているので、ロシアが何かしらね、仕掛けてきた場合は、だって2つの意味でね、メリットがあるわけですから。それは、うまみがありますよね、ロシアにとってはね。ゲームも上がってくれたら、助かると。そして、アメリカはがが、はがれ、はがす、剥が,が,がすことができたら、ウクライナからですよ。 助かると20年でメリットがあるわけですから、やってこないということはね、限らないわけですよね。で、この辺がリスクかなと思ってますね。で、こういったですね、まあ、X の投稿はですね、最近知性学以外にもですね、運気が上がる方法とかですね、私のまあ今後のですね、かわしに対するまあ読みとか考えなど,などもですね、毎日投稿していますので、興味がある方はね、ぜひ、ビコランに X のですね、リンクを貼っておりますので、見てもらえたらなと思っています。 で、日経平均ですね、振り返って最後にですね、注目3銘柄ら話していこうと思うんですが、まあ、こういう形で,ですね、まあ、議長下落トレンドの最中ではあります。けど上がりましたけど、ね、上がった、下がったんですが、まあ、下にを切り上げましたけど、やっぱりマイナス200円近く、じゃマイナス290円か。マイナス300円近くね、下げてますし、終わりで39,232円。まあ、ギリギリね、まあ、なんとか39,000円台を保ってますけども、うん。 このね、見てもらうと分かる通りですね。まあ、下落トレンド波動ですね。下落波動の中にあります。まあ、今んところ短期下落波動の中にあると言ってもいいんじゃないかなと思います。まだ中期下落波動には入ってないですね。うん、まあ、でもね、えー、果たしてここからですね、中期になっていく可能性もありますので、しっかり様子を見ていきましょうということになりますね。ただトピックスはね、まだこの25日の予約基の上にありますので、ややバリューシフトが続いてますね。バリュー強しという状況で、大型株とかね、うん。 そういったものが売られてるんじゃないかなと思っています。で、僕のね、持ち株もですね、そう、冒頭で言えばよかったんですけども、今日マイナス700円ぐらいになってねあ、結構ね、大きく自分の持ち株ね、下がってるんじゃないかなと思って見ましたけども、全然下がってなかったですね。まず、あ、トータルですよ、まあ。そういった人もいるんじゃないかなと思いますけどね、えー、全然嘘とかね、えー、そういうのじゃなくて、僕のね、トータルの含み損益は、まあ、プラマイゼロぐらいですよ。マイナス700円ぐらいの時からですよ。 うん、でも,もしかしたらね、えー、午後にかけて、そこからもう僕、証言講座開かなかったもうこれ、戦時でも何でもないので、もう平時で行っちゃったのでね、プラスに転じていてもおかしくないですよね。まあ、それぐらい、うん、まあ僕は特にね、去年からずっと皆さんにね、公表してきた通り、バリューシフトで来ていますので、まあ全然下がらなかったな、というのが今日の、まあ実感値ですね。そういった人も結構いるんじゃないかなと思います。うん。で、あとね、注目3名から話していこうと思うんですが、まず、アステラ製薬ですね。えー、こちら、利回り4.84まで上がっています。それはまあ、ひとえに、 株がだだ下がりするからですね。もう年初来安値ですね。ずーっと下がってるんですよね。で、今日さらにマイナス8%ですか大きく急落てるんですよね。ってことで取り上げましたけども、まあね、株価年初来安値で、えー、前期順位例域が97%減になったと。まあこれがね、大きな、まあ、インパクトになって株価を下げたということになっていますよね。ただまあ結構下がってきてるので、 まあもしかしたらね、どっかで、まあそのコツンと反発する可能性もあるんじゃないかなというところと、まあ一応ね、年収来安値というところで、ええー、ね、まあそのあたりが、まあ割安というところでね、期待されるんじゃ、であればですね、まあ廃取り回りもいいので、一応取り上げたということになってますね。うん。それから、イドムですね。会計配で切り上げということで、今期季形益はね、2期ぶりの最高益いうことでね。まあこれね、決算は今日、あ、昨日か。ああ、いや,いやいやいや、これはね、4月の12日ですね、金曜日ですね。うん。だからその休み前ですね。 出出たんですけども、これによってストップ高ですよ。うん、27%ってことでね、上昇したってことで、大きくね、えー、切り上げたと。で、200日はここありますので、まあちょっとこの1年ぐらいはずっとね、えー、まあ2年ぐらいかもしれないですけども、株価はね、横横で展開させていたんじゃないかなと思います。で、こっから一気にね、上跳ねたりしたってことで、まあね、えー、明日以降もしかしたらですね、えー、まあ同意づいてくる可能性もありますので、 興味がある方はですね。この決算内容と合わせて見てもらえたらなと思っております。まあ、調子がいいですね。井戸もですね。で、あとはですね。03証券です。あとは今日4銘柄ありますね。まだありますね。丸3証券は前期計上4.9倍増益ということで、まあ、証券強いですね。証券もね来る,来るよ。ということをね、えー、行くよ。来るよ。みたいな形でまあ、去年から話していたと思うんですが、ま我、あ、は証券ブームですからね株ブームですからまあ、来ますよ。 でね、実際に丸三さんも来まして4.9倍増益ということで、連結経常利益をね、前年、前期費の4.9倍ですね、41.8億円ということで、拡大してきたということですね。で、こちらですね、やっぱりそのね、えー、いわゆる投資信託ですよ。こちらの営業利益がね、非常に好調ってことで、まあ、野村とかね、大和とか、SBI だけじゃないですよ。やはりね、証券全てが頑張って営業してね、今ここを借り入れ時だという形で、信託を売っているということですねまあ、ニーサーを売っているということですよね。うん まあ、そういった場合でね、調子がいいんじゃないかということで、だまあ、丸3、3ね、今日下げてますけどね、えー、ただ一旦上がった後切り下げていて、まあ、ここから、ね、下がってくるようなことがあれば、今度はね、逆にね、えーまあ、買いまあ、があるんじゃないかというところで、一応ご紹介しています。一応200日が近いのでね、まあ、200日まで接近するまでね、えー、反発ポイントになってますから、前回も。まあ、待っても面白いかなと思ってますね。うん、まあ、別にね、今日紹介したからといって、明日動く必要はないのでね、まだ200日までちょっと引き寄せるっていう戦略も、 あり得るかなと思ってます。増配当回りが5.8か。高いですね。5.8。これは結構面白いかなと思ってます。もちろんね、えー、今、この現在となりますからね。減、えー、配とかしてくる可能性もありますけども。うん、あとはね、こちらが最後の銘柄です。えー、串カツ田中ですね。第一四半期の経常利益を45%増益ということでね。まあ、良い決算を出してきたんじゃないかなと思ってます。しかもね、串カツ田中はね、まあ、こういった形でね、売り上げもね、右肩上がりで2020年の、これコロナ期ですね。 から、もう、ええー、ね、この5年かけて、2倍、2, 2倍ですね。2倍に売り上げを伸ばしてきてますし、経常利益もね、コーラ期はやはり苦しかったですけども、そこから順調に拡大してきています。利益、利益の方もですね。その割にはね、株価は結構ね、ええー、なんて言いますか、中津と飛ばすと言いますか。まあ結構飲食系ね、ええー、あらゆるその飲食、うん、事業体のね、株価、 銘柄によってはですね、もう上払ったりしてる銘柄多いですけども、意外としてないんですよね、串カツ田中ね。うん。まあ、インバウンドでね、もしくは外国人がね、まあ、串とかね、えー、結構面白い日本のカルチャーなので、えー、結構こぞってねくっ、来てるようなこともあり得るんじゃないかなとは思いますけども、どうなんですかね。その辺僕はもう最近串カツ田中さんあんま行かなくなっちゃった。ちょっと胸上げが激しいので、よくね、このチャンネルを3年ぐらい聞いてる人だったら、3年ぐらい前までね、よく串カツ田中を話してたんですよね。うちの社員とかとね、行くときはだいたい串カツ田中でチンチロリンダみたいなね。 まあ、あの、胸焼けするけども、まあまあ、楽しいからいいだろう。でも、さすがにですね、お昨年去年ぐらいかなし、うん、仲間と一緒にね、串カツ田か行ったら、ちょっと、ちょっときついな、きついな、と思ったんですよね。ちょっとこれ以上、あの、入らないな、と思っちゃってね、あの、紅生姜のね、串揚げとか、美味しかったんですよ、美味しかったんですけどね。あと、なんか、昔の方がなんか、安かったですよね。50円ぐらいで、あの、豚の串とか食えたんですけど、なんか、そういうのがなくなったのかな。うん。まあ、少なくとも、ちょっとあの、 うん。お腹いっぱい感がね、すぐ来ちゃったので、それからちょっと行かなくなったってありますけどね。外国人の人が好きそうですけどね、どうなんですかね。うん。まあ、知ってる人がいたらぜひコメントで教えてください、ということになります。ということでね、まあ、あの、くしがたなかさんもね、まあ、株価、まあ、低迷していますので、まあ、良い計算を出してきた割にはね、興味がある方は、まあ、いろいろご自身で調べてみてもいいんじゃないかなと思っています。まあ、思ったより下げなかったですね。うん、まあ。 まあ僕は下がったところをね、買い場として狙っていたので、まあちょっと、まあ、まあ期待外れなとこありますけれども、まあでも余談予断を許さない。なぜかというとね、まあ原油次第とかになってるんじゃないですか。もちろんーピンは、パウエルさんのね、えー、利下げしない問題。まあこれが一番ーピンになりますけども、枝葉として一番今ね、さらなる懸念点としては、ロシアがね、えぇ、ー、漁夫の利用、ね、狙える原油ですよ。これをね、その上げてくるようなことの、何かしらの知性学リスクとかが出た場合はですよ、 イランだってね、別にロシアの方を向いてるわけですから、まあ、これはきな臭いことになりますし株価にとっては大きな、ね、下落波動継続の1つのシグナルになるんじゃないかなと思ってますからそこを見た方がいいんじゃないかなと思っています。とということででで。今日は以上です。高速で